ビル・シャンクリー OBE は、イギリスイーストエアシャイア出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代は、プレストン・ノース・エンドで、FA カップ優勝を果たす等の活躍。しかしキャリアの絶頂期、第二次世界大戦によりキャリアは妨げられ、戦争終結後のリーグ戦再開後からわずか数年で、現役から退いた。現役引退後は監督業につき、カーライル・ユナイテッド、 ハダーズフィールドの監督を経て、1959年、当時2部であった、リバプール FC の監督に就任。ボブ・ペイズリー、ジョー・フェイガンといった、後に、シャンクリーの後継者となる2人をコーチに従え、8年間も2部リーグに在籍するほど低迷していた、当時のリバプールを、就任3年目にして1部リーグへと引き上げた。1964年には、 昇格2年目にして一部リーグ優勝を果たした。翌1965年にはクラブ史上初となる FA カップを獲得し、完全にリバプールを強豪チームに仕立て上げた。国際舞台では1966年に UEFA カップビィーナーズカップで準優勝すると、1971年にはケビン・キーガンを獲得、1973年にはクラブとして、 初の国際タイトルとなる UEFA カップ優勝を成し遂げた。その後、1974年に2度目となる FA カップ優勝を果たした試合を最後に優退した。低迷していたリバプールを立て直して数々のタイトルを獲得し、70年代から80年代にかけての黄金時代の基礎となるチームを作り上げた功績から OBE の称号が与えられた。また、 リバプールのホームスタジアム、アンフィールドの前にはシャンクリーの銅像と記念碑が建てられている、シャンクリーゲートと名付けられた門があった。リバプール、ありがとうございます。